今回ホーストカップに出るにあたって、まあ、有名な試合でましてやメインイベントとして出場させていただけるので、まあ、お客様が見に来てよかったっていう試合を必ずしたいと思ってます。平井選手はそうですね、 SB でも日本タイトルマッチとか経験してると思うんで、自分は胸を借りるつもりで全力でいきたいと思ってます。格闘技を始めたのは周りの友達がやっていたんですけど、まあ、周りの友達は中学生に上がる頃に辞めていったんですけど、まあ、自分はやっぱり努力した結果は試合に必ず結ばれてくるスポーツだなというのがあったんで、ここまで続けてこれました。僕にとって RKS 研修塾とは家族です。先輩後輩の前で試合することによって自分の中でもプレッシャーとかもあるんですけど、やはり自分の試合を見て勇気づける人たちや目標にしてくれる人たちがいることによって、自分は格闘技を続けられてこれたと思ってます。空手出身である僕のこだわりって言いますか、まあ、倒れてはいけないと思ってます。倒れたら負けだと思ってます。今後の目標はホーストカップのベルトが欲しいんで、ぜひ土井さんホーストカップのベルトを作ってください。そして MA のベルトを取りたいと思ってます。今までは連勝してきて、いつも戦績ばっかりの試合にこだわってきたんですけど、まあ、前回の試合で引き分けを挟むことによって気持ちが吹っ切れたというか、まあ、今回はもう戦績よりも記憶に残るような試合をしたいと思ってます。本日はご来場いただきありがとうございます。いつも自分はマイペースでヘラヘラしてるんですけど、試合の時は唯一真剣な顔になってると思うので、頑張りますので応援よろしくお願いします。